夜明けだ。キリュウは立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ。親父、粟野です。例の件ですが、やっぱりキリュウは始末します。奴は立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、では。構いませんよね、グゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや、キリュウは風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。探し出してここに連れてこい。やつは簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出すな。